彼らの魅力は色に宿る。夏の到来を告げるナンバーアンダーラインアイの太陽カラーアロハシャツの驚き。ナンバーアンダーラインアイアンダーラインビアボールで乾杯。夏の日差しをまとった彼らの秘密、衝撃の太陽カラーアロハシャツが解き明かすメッセージ。赤白項、三つの太陽が輝くナンバーアンダーラインアイのアロハシャツが放つ驚きの魅力。 夏の日差しをまとった彼らの秘密、衝撃の太陽カラーアロハシャツが解き明かすメッセージ。赤白黄三つの太陽が輝く、ナンバーアンダーラインアイのアロハシャツが放つ驚きの魅力。5月9日、ナンバーアンダーラインアイの三人が出演するビアボールの新しい CM が公開されました。青い空と白い砂浜を背景に、 三人が太陽みたいな笑顔でアロハシャツを着こなす姿は、見ているだけで夏の到来を感じさせ、多くのファンの心をつかみました。CM を見た人なら、きっと三人が着ているアロハシャツが気になって仕方ないはず。そこで今回は、それぞれの個性に合わせた太陽カラーアロハシャツを徹底解剖するとともに、彼らがまとう色彩の奥にあるメッセージを読み解いていきたいと思います。 まず目を奪われるのは、神宮寺ゆうたくんの情熱的な赤のヴィンテージアロハシャツ。90年代のピエルカーディンのもので、ボタニカル柄レヨンシャツという商品名で、古着屋さんで見つけた掘り出し物なんだとか、鮮やかな赤字に描かれたボタニカル柄は、どこか懐かしさを感じさせながらも、現代のトレンドにもマッチしています。04100%の素材は、 肌触りが良く、夏の暑さにもぴったりです。ヴィンテージ古着というところに神宮寺くんのこだわりを感じますね。一点物の特別感も相まって、彼自身の華やかさをより一層引き立てているように感じます。赤は古くから生命力やエネルギー、情熱を象徴する色とされ、身にまとう人に力強さと存在感を与えてくれます。闘牛士の衣装や、 古代ローマの兵士の衣服にも赤色が用いられてきたことからも、その力強いイメージが伝わってきます。また、赤は心臓の色でもあり、血液の循環、つまり生命の力強さを表現する色でもあります。神宮寺くんの的党赤は、彼自身の持つ情熱的でエネルギッシュなパフォーマンスと重なります。グループのムードメーカーとして、 いつも周りを明るくしてくれる彼の姿は、まさに太陽のように輝き、周囲に活力を与えてくれます。続いては、平野翔くんのアーティスティックな白いアロハシャツ。こちらはルファンというブランドの、ハンドペインティットバタニカルプリントオープンカラーシャヤートホワイト、という商品です。デザイナーが手書きで描いたというボタニカル柄は、繊細でどこか儚げな印象。 白地に映える鮮やかな色彩はまるで芸術作品のようです。リネンライクなポリエステル素材なので、シワになりにくく扱いやすいのも嬉しいポイント。メタルボタンにブランドロゴが刻印されているなど、細部までこだわったデザインも魅力的です。平野くんの持つ繊細でアーティスティックな一面を表現しているかのようですね。白は純粋さ、潔白さ、 始まりを象徴する色とされています。それは何も染まっていない、まっさらな状態を表す色であり、無限の可能性を秘めた色とも言えるでしょう。古代エジプトでは白は神聖な色として扱われ、神官やファラオだけが身につけることを許されていたと言われています。また、日本では白無垢に見られるように白は神聖さと純粋さを象徴する色として、 伝統的な儀式や祭事にも用いられてきました。平野くんの的とは彼自身の持つ透明感と純粋でまっすぐな性格を表現しているかのようです。グループのセンターとして様々な顔を見せる平野くんですがその根底にあるのはいつも変わらない純粋な心。その純粋さが多くの人を惹きつける魅力の一つと言えるでしょう。そして最後は 岸優太くんの元気いっぱいの黄色いアロハシャツ。こちらはなんと90年代風のレトロなアロハシャツでメンズピューリタンアロハシャツという商品名で販売されています。赤褐色の花とオリーブグリーンの葉っぱが散りばめられたデザインは見ているだけで元気が湧いてきますね。休暇のワードローブに加えるのに最適という商品説明の通り、まさに夏にぴったりの一枚です。 キシ君の明るいキャラクターと太陽のような笑顔によく似合っていて、見ているだけでハッピーな気持ちになりますね。黄色は太陽の色であり、喜び、希望、楽観主義を象徴する色とされています。古代エジプトでは、黄色は黄金や太陽神羅と結びつけられ、永遠の命を象徴する色としてあがめられてきました。また、 黄色は知性やコミュニケーションを司る色とも言われ、創造性を刺激し、新しいアイデアを生み出す力を与えてくれると言われています。騎士くんのまう黄色は、彼自身の持つ明るさと、周りを笑顔にするポジティブなエネルギーを表現しているかのようです。天然キャラで知られる騎士くんですが、その裏には、常に周りをよく見て、場を和ませようとする優しさがあります。 彼がまとう黄色の輝きは、まさに太陽のように、周囲を明るく照らし、希望を与えてくれるのです。三人それぞれの個性に合わせた太陽カラーアロハシャツは、見ているだけでワクワクする。まさに夏の象徴。CM を見て、彼らのアロハシャツに一目ぼれした人も多いのではないでしょうか それぞれの個性と魅力が光る太陽カラーアロハシャツを着こなすナンバーアンダーライン I の3人。彼らの姿は夏の開放感、そして彼ら自身の持つエネルギーを私たちに伝えてくれます。しかし彼らの魅力はファッションだけにとどまりません。ナンバーアンダーライン I の魅力は3人の個性がぶつかり合い。 化学反応を起こすことで生まれる唯一無二のパフォーマンスにあります。キレのあるダンス、力強い歌声、そして3人の息の合ったハーモニー。彼らは常に最高のパフォーマンスを目指し、互いに刺激し合いながら成長を続けています。彼らのステージは見る人の心を揺さぶり、感動を与える力を持っています。それは、 彼らが全身全霊でパフォーマンスに打ち込み自分たちのすべてを表現しているからこそ生まれるものです彼らの音楽は多くの人々に勇気を与え希望を与えてきましたそれは彼らの歌声が彼らの気持ちが聴く人の心に直接響くからですナンバーアンダーライン愛は常に進化を続けるグループです彼らは 新しいことに挑戦することを恐れず、常に高みを目指しています。彼らの挑戦は、私たちに多くの感動を与え、そして、私たち自身の可能性を信じさせてくれます。ナンバーアンダーライン愛は、私たちに、夢を追いかけることの素晴らしさを教えてくれるのです。彼らの旅は、まだ始まったばかりです。これから先、 ナンバーアンダーラインアイはどんな景色を見せてくれるのでしょうか彼らの未来に期待は高まるばかりです。この夏はナンバーアンダーラインアイの3人をお手本に太陽カラーアロハシャツで夏のおしゃれを楽しんでみませんかあなたはどのメンバーのまとう色があなたの心を最も明るく照らしてくれるでしょうか